スペースショー。オッケー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 、近づくなった、うん、ナイス、めっちゃいい、だからいいいいいい、うん、いや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 、いいね、いいですかね、いや何がいいかって、素振りをしてその生きた状態で打てた。お、よかった、うん、素晴らしい。はい、皆さんこんにちは、なみきです。そしてガクです。よろしくお願いします。ということで今日もですね、素振りだけで素振りレッスン。今回のテーマは、いやすごいね、なみきちゃん、よくなった。はい、でもここでもう一個畳みかけて飛ばしたい、飛ばしたいというところで、はい、飛ばすためのステップ素振りです。おお、これをやれば飛距離がアップということですね。そうですね、まあ、アップということもそうだし、はい、その潜在能力、要は皆さんもっと飛ばせるのに飛ばせてないという人が多いと思うんですね。なるほど、うん、自分の力をちゃんと出し切れてないってことですね。そういうこと、そういうこと、うん、で、まあ、ステップ素振りという言葉を聞いたら、あれねって多くの方は思うと思うぐらい、はい、これ結構ポピュラーです。あ、そうなんですか。はい、でもポピュラーだけど、今回ここで紹介していただけるってことは、うん、皆さんそれがポピュラーなのに気づいてないってことですか。あとね、できてない、できてない、やりきれてないっていう人が多いんです。お、はい、じゃあぜひ今日はそれをやってみたいと思います。要はまずバックスイングをしていきます。あ、バックスイングのトップの位置まで、あ、差し掛かったかなとなったところで、左足を軽く全部このように上げてください。で、ですから1センチ2センチスッと左足を全部上げてあげる、下半身を右方向にターンさせながら、その終わりがてらにスッと上げてあげて、すぐそのまた踏み込んだタイミングでクラブを戻してあげる。これを実際にやるとこんな感じ、軽く上げて戻すクラブ、上げて戻すクラブという感じで、なぜこれをここで言ってるかというと、飛ばない人はこれが結構同時、あ、じゃあまずなみきちゃんやってもらおうかな、やって、うん、それで種明かししていこう。ガクさんの今の真似をすればいいんですね。真似をしてください。こうしました、はい、どうぞ。もう悩んでるぞ。こうか、うん、でこれを、うん、ここまでやります、はい、この足がこっちに降りるタイミングって、そうそう、 で今度はクラブが触れていく、足が先に戻る、後からクラブが触れていく、足が全部先ですね。先です。はい、1,2,3 こう、うん、はい、ぎこちな、待ってください、もう一回もう一回どうぞ。こうです、うん、いいよね、こうして、はい、あ、上げちゃダメだ、ぎこちない。上げちゃダメですよね、こっち。いや、別にいいよ、もうイメージ、自分ができるイメージでいいよ。こう、こう、こうってことですか。そういうことですね、はい、分解するとできるよ。難しいです、それを連動して、はい、はい、はい、もう一回こう、ぎこちないですか。もう一回こう、うん、そうそうそう、いい、まずまずかな、まずまず、まずまずかな、まだ一緒になりがちですか。そう、でもね、今まで例えばそのなんていうのかな、溝落ちだったりとか、はい、いろんな素振りをやってくれてるから、だいぶ動きが良くなってる。あ、これが正解なんですね。そうです、だからタイミングとしてはこれが正解で、でやっぱり今もそうだけど、ちょっと足を上げてる高さがちょっと高すぎるっていうのもあるし、高すぎる、そう、はい、だから本当にスッスッて浮かすだけで、そう、軽くフッと浮かすだけで、この踏み込むタイミング、これをまず覚えるってこと。はい、はい、うん、はい、バランス崩れる、今のはもうバランス崩れた理由は何かっていうと、はい、同時だったから。
同時だとバランス崩れちゃうんですか。前につつのめりすぎちゃう可能性が高い。だからこう、これが下が先で上が後だと、そっか、もうここで固まってるから絶対こうはいかないんだ。ちゃんと前には行かないの。それが同時だとこういう風に。いや、私よくこうフォローで、うん、前に倒れるよね。こうなる時あるんですよ。そう、それはステップが同時なの。だから上が打ちに行ってるっていうのは、言い方を変えると下からスタートができてないってこと。でもこれは訓練すれば絶対にできます。訓練とはさっきの、うん、この素振りを繰り返してもらったら、そのリズム感っていうのは分かってくると思うから。でもどうしてもやっぱり一緒になってくるじゃないですか、うん、まあ、それは気づくしかない。で、だからちょっと大げさに下から先にやってみる。自分の中でちょっと大げさにやってみようじゃん。大げさに。もうとにかく足から先に下ろす。どう？うん。うん。はい。ということですか？いいよ。なんかこっちポンってやった方が。そう、ポンってなってから最後クラブが来る。そう。そう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 。あ、うん、確かに今。はい。今。うん。わかりました。うん、このフォローした時にそう、うん、キュッてバランスが取れたんです。取れたでしょ。そういうこと。こっち行かなかったんです。行かないよね。戻れって勝手になった体が、まあ、勝手に戻ります、はい、そう。だからそれだけ上から先にスタートするっていうのはバランスも崩れるし、触れなくなる、結果飛距離も出ないっていう感覚になってしまう、うん、これは皆さん必ずできるんですよね、練習すれば。っていうよりは飛ぶ人、ちゃんと触れてる人はこれ簡単にできるんです。だからプロにやってくださいってこれをやってもらったら、100人いたら100人全員できます。これできない人いません。なるほど。じゃあ、うん、アマチュアでこれができる人はやっぱ飛距離も出るし、うん、多少出るし、やっぱお上手な方が多い。やっぱりお上手な方が多い。なるほど。ってことはこれをできるかできないかっていうのが意外とその上級者への関門だったりする。そう、もしかしたら、うん、この大、ね、あのテーマにもあるように、うん、これができれば100も切れますか。もちろん尺を切るための素振り集団です。じゃあこれを頑張ってやりましょう。 OK、うん、で、これは最終的にはこの動きで打っていいです、はい、あ、この動きで打っていい。打っていいです。じゃあ打ってみましょう、最後。うん、なんかよろけたりしないかなとか思っちゃうんですけど、うん、うん、いやいや、1回素振りから。はい、うん、よし、はい、はい、で今ね、はい、こうちょっと一つ、まあ、はい、並木ちゃん専門だけど、はい、今こう上げて体がこう煽る動きがある。それも一つある。だから上半身でこう力をこうクラブのタイミングを取ろうとしてたから今まで、はいはい、なのでその癖が残ってるので、こう肩が少し波打ってしまう、はい、うん、肩も波木ですになっちゃうからそうじゃなくて、もうそのままポンスッポンスッ上げようとかっていう意識なしで、なしで、ただ振る、ただクラブを振る、やってみよう、はい、ポン、そう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 、なるほど、 OK、 ナイス、ナイス。本当だ、変わったよね、いきなり変わったでしょ。そういうこと。だから自分でこの下半身のリズムが取れてないから、上半身でああやって切り返すリズムを作って、勝手に違うところで作ってた。本当ですね。これじゃあ全部修正していかなきゃいけない。そう、なので煽ってる人とかもこういう練習を続けてもらう、このステップの素振りを続けることによって、どん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 自然に治っていくから。そう、だから意外とこっちにこうリズムを、うん、なんだろう、うん、つけようとするんじゃなくて、うん、こういう、そう、そういうイメージの方がやりやすいかもしれない。そういうことなの。いいこと気がついたね。でね、はい、それなんでいいことかっていうと、はい、実は僕ら球を打つとき、はい、構えます、アドレス取ります。はい、あ、やってる人いる。ってか、ほとんどみんなやってます。中井プロももしかして。僕も動きますよ。あ、それそういう意味だったんですか。そうなんです。なんだ。だから要はスイングの中、例えば素振りをします、球を打します。そのイメージの中に止まるという動作は一切作ってない。確かに。そう。だから静から動っていうのはすごく難しい。でも動からそのままの流れで動に移るっていうのは簡単なんです。
この動きもやっぱ意味ある動きだったんですね、うん、そうなんですよね。だから例えば推奨する感覚としてはこう構えます、はい、左右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 でバックスイングで入るみたいな。そういったずっとどうですもんね。そうです。そしたら動いたままでバックスイングに入れるっていうのも大事なところです。うん、だからステップというのは単純にこの上げて下ろすっていうステップと、あとこうやってリズムを取りながら、うん、テイクバックをどうからどうでスタートさせてあげる、このステップも非常に大事ということで、いいことに気がつきました。では、はい、やってみましょう。はい、今のこの感じですか、うん、その感じと、うん、この感じ、はい、OK、はい、ね、いい素振りになりましたね。では素振りがしっかりできたら、はい、球を打つとやってみましょう。うん、うん、力強くなった。本当だ、うん、しっかり当たりましたね、はい、これは決してなんていうか適当に、なんかやっぱり慎重に打ちたい、きっちり打ちたいっていう方ほど、うんうんうん、やはりじっと固まってしまう傾向にあります。私もよくあります、はい、うん、もうきっちりやろうとしすぎてね。そうすると実はだいたい4秒ぐらいじっとしてしまうと体の筋肉っていうのはどんどん硬くなっていきます。なので4秒じっとしていたらもうバックスイングをしていくっていうのがものすごく大変な作業になってしまう。そうなんですね。そうなんです。だからなるべく動いた状態からステップを踏みながらバックスイング、うん、そしてこのダウンスイングのタイミングを取るもう一個のステップの動き、この2つのステップをしっかりと素振りの中に取り入れてスイングの飛距離アップに役立ててください。